関西っていうのはやっぱりどうしてもストリートダンスの文化がすごく強い地域だと思うんですね。で、一回大阪の方で作品を出したこともあるんですけれども、やっぱり思ったよりこうはまらなかったというか、まあシアターダンスとかテーマパークっていうものを専門でやらせてもらってるんですけれども、なかなかこうそれを見る文化がないというか、し、それを踊って楽しむっていう文化もなかなかないなっていうのをすごく感じたんです。だからコンテストに勝つというよりは、なんかこう関西の皆さんにこの華やかなシアタースタイルっていうものを少しでもこう触れてもらって、一人でも多くの人に見てもらって、その文化がこういい意味でストリートダンスとこう混ざって、なんか楽しいエンタメの文化が作る第一歩が築けたらななんて、ちょっと大きいこと言っちゃってますけれども、そんな思いで今回臨ませていただきます。はい、今回はもうザ・シンプルです。今回、前回、ザ・ジャズっていう作品をチャプター7の時かなに出させてもらったんですけれども、その時はやっぱりこうコンテストっていうことも意識して、バンって衣装が変わったりとか、いろんな演出を散りばめて、まあ僕はびっくり箱って呼ぶんですけれども、やっぱりいろんなこうワッとなるような演出をたくさん散りばめたんですけれども、今回はもう曲の編集も一切なし、インストのミュージカルの王道なミュージカルの曲で1曲丸々使いで、とにかく本当にシンプルに難しい振り付けもほとんど入ってないですね。王道な古臭いスタイルを最初から最後まで貫き通して、でもやっぱりこう誰が見ても楽しくて華やかで、ついこう見入ってしまうような、そんな作品にしたいなと思ってます。だから今回のテーマはもう本当にシンプルですね。今回の僕の最大の敵は審査員ではなく、関西の見に来てくれるお客様たちです。この作品を見て楽しかったって思ってもらえたり、華やかだな、僕もやってみたい、そんな風に思えるような作品を持っていきます。関西の皆さん、待っててください。こんにちは、コレオグラファーの精進です。今回ストリート色の強い関西で、この古き良き時代のオールドジャズ、このかっこよさや楽しさ、そして華やかさを伝えたい、そんな気持ちで作品を作っています。作品のテーマはザ・シンプル。シンプルなジャズのかっこよさに皆さん酔いしれてくださいね。じゃあみんな楽しんでいくよ。